まあ昨日のドライの予選からするとなかなかいいとこを昨日見せられなかったんで、ドライだと、まあ、正直優勝は厳しいだろうなという感じだったんでですね、まあ、今回雨降って、まあ、3位以内だったら、まあ、同じかなと思ってて走ってて、まあ、その通り3位にずっと走れてたんですけど、まあ、あの井筒くんがコースアウトして2位に上がって、あ、ここまで来たらやっぱり優勝したいなっていう感じで欲が出て、あとチャランポ選手を追ってね、あとパッシングポイントを狙って結構プッシュしたんですけどね、あと一つ届かなかったです。残念です。じゃあこの結果、この悔しい差は次で、そうですね、まあ次はすっきり晴れたところで、まあ次はリベンジしたいと思います。しっかり次は勝って一番上で笑いたいと思います。